地理院地図 Google マップボートピア梅田ボートピア梅田は大阪市北区道山町にある協定場外発売場である2007年3月16日に大阪府内で初の協定場外発売場としてをオープンした墨の江協定場及び天ヶ崎協定場さらに桐流協定場で行われる全競争や SG の全競争はもちろん各地の協定場で行われる GI 競争と、墨野江と桐流を中心に、釜堀競艇場、若松競艇場、2009年から実施された丸亀競艇場で行われているナイター競争等に、至るまで1日につき最大4競艇場の船券発売が行われていた。現在は1日最大6競艇場まで発売している。2011年5月より桐流の全レースがナイターとなったため、 奇竜のレースも、墨之江と尼崎のそれと同様に、全レース発売となった。2016年度の売り上げは286億円、余りであり、全国のボートピアと場外船券売り場では、最多、協定場を含めても、平和島協定場、福岡協定場に次ぐ3位となっている。発売開始時刻は、ナイター競争のみ、発売の場合は14時、 昼間開催の競争を発売する場合は10時となる。施設は地上10階、地下2階だけで、ファンが立ち入り可能なフロアの構成は以下の通りである。なお、括弧内は昼夜同士料金である。6階の B 有料フロアはワンドリンク、7階以上の有料フロアではフリードリンクと専門誌一部がそれぞれサービスとして提供される。また、8階の在籍投票フロアは、 当日会員制であるため事前の申し込み等は不要である B 有料フロアのみ1階のインフォメーションでその他の有料フロアは各階で直接チケットを購入する昼間開催競争とナイター競争を併売している日は昼間開催協定条文の競争終了後空席が発生した場合に限り半額の料金で再発売が行われる このうち6回及び9回については2007年5月7日より7回及び8回についても2007年7月5日より再発売が行われるようになった。また、再発売が始まる17時までに退席すると有料席無料招待補助券をもらうことができ、たまった枚数に応じて各有料フロアに無料招待される。また、の協定上の有料席の前売り販売も 行っている。一般投票フロアには喫煙ブースを除き座席がない。曜日、時間帯を問わず混雑しているので、客収容のために設置する余裕がない。このため場内の構成は、よそのボートピアより、JRA の場外勝馬投票券発売所に近い。4階には売店があり、軽食、協定ニュースは、釜マゴリ協定場など、近畿圏以外の場外版も多い。なお、 スポーツ新聞の販売は行われていない。アルコール飲料は販売がない上に缶やペットボトルも含めて持ち込みも禁止されている。2012年2月21日に一部増殖工事が竣工した。同時に1階に梅坊広場が設けられた。その一角に JLC が企画したボートレースグッズの売り場が設けられ、それまでボートピア梅田で販売していなかった。 JLC の各種グッズやボボイの発売が開始された。他、梅坊広場では選手を招いたイベントが行われる。ありがとうございます。